始めっから飛ばしていくつもりだろ。もちろんだ。見せてもらおうか、修行の成果を。では天下一武道会準決勝第一試合始めてください。それでは天津飯ですね。俺はこの時をずっと待っていたんだ。僕のレベルが19なんで、前の天下一武道会は確かに俺が勝利した。全然余裕だとは思うけども、あれは運が良かっただけだ。今回は運ではなく実力で、はっきりとお前より上に行って。本当に気力が少ない。なるほど、あの頃より技のキレが数段上がっている。だが修行したのはお前だけではない。もうちょっとこれ気力なんとかならんの。この勝負プライドにかけて絶対に負けん。よし、おい、スーパーアーマーがきついな。さすがだ、スピードの差があってもそれをものともしないとは。だが俺の目は常にお前を捉え、全然ひるまん。出しはせんぞ。さすがだ、これだけ動き回ってもまだ息が上がっていない。やはりこの試合はあっさりと決まることはないよ。でももうそれでいい。強さはもう明確だね。お前との勝負はそうでなくて面白くない。間違いありません。おいおいおい、2発くん3発くんのか。遥かに実力が上がっております。ブラックマス嬉しいぞ。お前はいつも想像より上に。いや弱い。弱すぎる。それでこそお前とは戦いがいがあるというもの。僕まだまだ弱いな。孫兵、お前は全くすごいやつだ。あの3年前の時点でその強さはまさに完璧だった。そいつをさらに上回るとは恐れ入ったぜ。おめえだってやっぱすげえや。相当修行したんだな。もちろんだ、負けたくはないからな。おお、天津飯、ちょっとたまな。俺ちょっと服脱ぐからな。服？ああ、好きにしろ。暑いからな。ああ、ちょっとここで息をつくようです。孫選手、道着を脱ぎ始めました。無理もありません。この暑さであれほど動き回れば。よっ。なあ。これ何キロだったっけ？そう。このシャツちょっと見せてもらっていいか？50キロ。いや違う、何、いや50キロぐらいか。そう、お前今まで こんなのを着て戦っていたのか。あ、神様がな、これも修行だって。リストバンドも、まさか靴もそうなのか。うん、亀仙人のじっちゃんの修行の時もさ、亀の甲羅背負ってたんだけど、同じようなもんだな。なにのんびりしてんだよ。俺が片付けてやら。普通にクリリンとヤンちゃん入ってくるんだ。悪いなクリリン、気付けろよ。今考えるとちょっと変。おめえからな。なんだよこりゃ。お前これって普通の重さじゃねえぞ。だろ、片っぽだけで20キロだもんな。足がだるくなっちゃってさ。よし、全部で100キロ以上はある。えっ、軽くなった軽くなった。お待たせ。なるほど、これでさらに速くなるわけか。いいだろう、お前がその気なら俺もとっておきの必殺技を披露するまで。とっておき？一体どんなんだ？お前がいくら身軽になったとて、12の目から逃れられるかな？12の目？死神の剣。あったね、あった。死神の剣ってこれどうなってんの？いやー、
なんと天津飯選手が4人になったように見えます。どうなってんだ、残像剣じゃねえ、みんな本物だ。その通りだ。まさかまさかの4対1。これは孫選手どのように対処するのでしょうか。やっぱおめえはすんげえよ。目の天下一武道会からずっとずっと強くなって、ほらワクワクが止まんねえぞ。悪いなぞ、今回も俺が勝たせてもらうぞ。へへん、そうはいかねえぞ。いかないんだよな。確かにおめえの技にはびっくりしたけどさ、勝つんはおらだ。では決着をつけるとしよう。お前か俺か、どちらが上かはっきりさせるぞ。ああ、この指針の剣を破れる者はいない。HP が悪いが、あっという間に決めさせてもらう。そう、簡単には終わらねえさ。だがその回は待て、お前を追い詰めることができる。追い詰められるんだ、どっちかな。強がりはよせ。そうげんじゃねえさ。こいつのことさ、最後は一瞬で決める。1回ずつわかんだ。おひごち、孫選手の攻撃、反撃を許しません。孫選手の攻撃、続けざまにヒットしました。この目から逃れる術はない。孫選手、ものすごい連続攻撃で詰めていきます。天津飯選手、攻撃が当たりません。完全に見切られています。孫選手の大技が決まった。天津飯選手、目にも止まらぬ連続攻撃です。孫選手、追い込まれています。スパーマです、全然。天津飯選手の攻撃を孫選手が何度も受けています。孫選手の怒涛の攻撃、天津飯選手を圧倒しています。孫選手、超スピードで攻撃。空中コンボがね、結構強いよね。よし、最初は驚いたけど、この技もうオラには通用しねえぞ。なんてやつだ。なんとなんと、孫選手、数的不利をものともせず、互角、いやそれ以上に天津飯選手と戦っております。うわ、やっぱおめえとの試合は面白いや。でもそろそろ勝負決めねえとな。天津飯、次で勝たせてもらうぞ。勝たせてもらう、バカなこと。へへん、その技の弱点もう分かってんもんね。弱点だと。4人になったのは失敗だったな。しまった。なんと。へへん、勝った。おめえらしくねえ疾病だったな。4人になったのはすげえ作戦だったけどさ、1人の力4人に分けたから、攻撃も守りもスピードも全部4分の1の力になっちゃったもんな。まさかこうもあっさりと見破られるとはな。乾杯だ。武空術を使う暇もなかったぜ。どうも。場外です。天津飯選手、まさかの場外負け。孫悟空選手、決勝戦への進出が決定いたしました。悟空のやつ、あれほど動いたにもかかわらず息が乱れておらん。
今の悟空の一番恐ろしいところはパワーでもスピードでもない、とんでもないほどのタフさを身につけたことじゃ。やっただな悟空さん、すごかっただよ。おらぶったまげちまった、とんでもない武道家になっちまったんだな。へへ、見直しただろう。惜しかったな。いや、惜しくないさ。はっきり言ってあいつの強さは桁違いだ。まさかここまで腕を上げているとはな。